皆さんこんにちは。レッツハドルひでぼうです。今日もですね、X1 エリア全チーム紹介に、入っていきたいと思います。紹介はひでぼうによる独断と偏見による情報が含まれています。協会や連盟、各チームとは関係なく個人的にしているものなので、その点ご留意ください。今回はですね、X1 エリアのセントラルの、地区の4チームを紹介していきたいと思います。はい、セントラルのまず1チーム目はですね、ブルズフットボールクラブです。1981年の、創部で、今シーズンがですね、40周年、創部40周年に、なりまして、ホームページも最近リニューアルを、されました。実はこのチームは資金難とかですね、部員不足とかで何度も廃部の危機があったチームだったんですけど、今、なんとか、昇格して、X1 で今もやってるというようなチームになります。2019年シーズンは、X2 で優勝して、入れ替え戦も勝利して、入ってきた X1 エリアにということなんですけど、2020年シーズンは残念ながら0勝ということになってます。もともとこの2019年シーズンも資金難で自主降格という形で、本当は X1 エリアにもともと入れるところだったんですけど、X2 でやっていかないといけないという状況がありまして、実はその X リーグは X1 に登録するのと X2 に登録するのでは全然かかってくる資金が違うということです。こういった形で廃部の危機もあったんですけど、その自主降格した2019年の春とかは、部員が20名弱になったっていうこともあって危機だったそうなんですけど、なんとか残った選手たち、コーチたち、関係者の皆さんの頑張りがあって、50名近く部員がまた入って、こういった形で今も活動されているというチームになります。ブルズはとにかく、まずは1勝上げていくということが求められると思うので、前半のウィーク1、ウィーク2、ブルズアイズ、電通といったあたりですね。ブルズからするとかなり格上相手にはなってくると思うんですが、このあたりでなんとか勝利を挙げていきたいというところだと思います。続きまして、ブルズアイズ東京です。創部は1993年です。2019年シーズンは2勝4敗でエリア9位でした。2020年シーズンは1勝2敗でした。実はこのブルズアイズ東京はですね、NFL プロアメフトのグリーンベイパッカーズというチームをモデルにした市民オーナー制でチームを運営しているというちょっと特殊なチームです。で、現在はクラウドファンディングも、実施していて、そういった形でですね、ファンの皆さんの力、あるいはオーナー会員、講演会、OB の方の力をがっつりと、チーム運営につなげているというチームになっています。そういったこともあって、ファンとのつながり、あるいはファンに応援してもらうための工夫をいろいろされていて、現在行っているクラウドファンディングでは、このブルズアイズのマークが入ったスマホケースとか T シャツとかヘルメットのキーホルダーとか、そういったものが特典になっていたりします。もちろん、ファンクラブ的な形で会員制度も取ってまして、ここに書いている通りなんですけど、特にオーナー会員になった場合はですね、サイドラインにスタッフ登録してベンチに入れるというような特典があったりとか、イヤーブックにしっかり名前が掲載されたりということもあるので、自分のチームだと、オーナーのチームだと、言えることができるという日本でも数少ないチームだと思います。現在、LINE アカウントを作ったりとかですね、あと不動産の営業マンがアメフト練習に参加してみたみたいな動画もホームページにコラボ動画で上がっていたりしたりと、いろいろと工夫されているのが面白いチームです。で、僕もブルズアイズの観戦に行ったことがあるんですけど、サイドラインで盛り上げてくださる方がいて、すごく初めて観戦するのにも楽しいチームだなという印象がありました。試合日程、ここに書いている通りです。2019年は2勝で9位だったということもあるので、少なくとも3勝以上というところを目指しているところだと思うんですが、朝日飲料とかですね、電通とか、なかなか強いチームとの対戦、ディアーズもありますし、多いんですけど、このあたりで、1勝まず上げれるのかというところポイントかなと思います。続いて紹介するのは、電通キャタピラーズです。創部は1977年です。過去の戦績はですね、2019年シーズンが4勝2敗でエリア5位だったというところで、なかなかエリアの中でも強豪なチームだと言えると思います。2020年シーズンも2勝1敗で、まあ、唯一、ディアーズには敗れたというところなんですが、2勝を挙げてます。で、トピックスとしてはですね、お笑い芸人としても活動中のワイドレシーバー、山本俊太郎選手、かなりいろんな意味で注目の選手です。で、福岡サンズ所属のコージ徳田さん、タレントもされているコージ徳田選手と一緒にですね、YouTube チャンネル、白むじチャンネルというチャンネルをされていることもあって、この最終節のイコールワン福岡サンズ戦では、このコージ選手との対決っていうことも一つ注目だなと思っています。で、実はこの収録前にキャタピラーズのファン向けの開幕前イベントみたいなことに行ってきたんですけど、なかなか面白くて、クイズがいろいろ出題されてですね、もうヘッドコーチのお子さんの名前とかいうような話は出てきたりとか、あるいは選手たちのインスタグラムに関する話とか、いろんなクイズがあってファンを楽しませようという工夫もされているところを感じました。このチームのロゴになっているのがイモムシなんですけれども、ツイッターではイモムシがツイッターをジャックしたみたいな形のコンセプトとか言ったらあかんな、やられているのでですね、アズワンブラックイーグルスのブラッキーっていうキャラクターとのツイッターバトルもなかなか見ものだなと思っています。はい、ということで、試合のスケジュールはこんな形です。電通はですね、今年全勝での優勝を目指しているということをファンイベントでもおっしゃられてましたけど、初戦からいきなりディアーズの試合があって、最終節にサンズというところがあって、まあそれまでの間もですね、なかなか名古屋サイクロンとかペンタオーシャンパイレーツとかいうところで強いところ相手に戦うことになってくると思うので、どんな戦いを見せてくれるのか、今伸びてきているチームだと思うので、電通の戦いに注目しています。そしてですね、ここも強豪チームです。ディアーズフットボールクラブになります。創部は1989年なんですけれども、もともと鹿島ディアーズという形でチームが運営されていて、その次ですね、リクシルディアーズという形でリクシルがスポンサーになっていたんですけど、リクシルさんがメインスポンサーから離れたということで、ディアーズフットボールクラブに改称したのが今シーズンからです。2019年シーズンは4勝2敗でエリア2位になったんですけれども、惜しくも抽選に敗れてエリアファイナルには進めず、アサヒビールが進んだということになりました。2020年シーズンも戦った、3戦すべて勝っているということがあってですね、かなり仕上がってきている状態にあるのが今のディアーズじゃないかなと思っています。注目どころで言うと、野島相模原ライズで長年活躍されたランニングバックの宮子選手が加入されました。ディアーズでは1番をつけてプレーされるということなので、宮子選手のプレーはもちろんですけど、チームにもたらす影響というのも楽しみなところです。そしてこの右下の写真、高野ヘッドコーチの、甥っ子さんの高野選手が、93番の高野選手が加入されたということで、この高野コンビにも注目ですね。高野さんは NFL 解説でもおなじみの方です。ディアーズもですね、初戦電通キャタピラーズ戦があって、4節、5節でアサヒビール、アサヒ飲料というところもあって、なかなかハードなスケジュールではあるんですが、もしかしたらこの勢いが今ディアーズはあるので、全勝してエリアを勝ち上がるということもあるかもしれないなと思ってます。かなりディアーズ注目のチームなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ということで、今回は X1 エリアのセントラルのチームを紹介しました。試合会場はもちろんですけど、 X リーグ TV でも全試合放送があるので、ぜひチェックしてみてください。かなりこの地区も、ディアーズを中心になかなかどんな試合になるのかなというのが楽しみです。ディアーズは安定して強いし、電通が伸びてきてるっていうところは一つ注目どころかなと思いますし、ブルーズとかブルザイズはファン心をくすぐる、取り組みをいろいろされているということもあるので、要チェックです。では、次回 X1 のエリアの紹介ラストですね。ウエスト、僕も今関西に住んでいるので、ウエストのチームはすごく馴染みがあるチームばかりで、話しすぎちゃわないか心配なんですけど、できるだけコンパクトにまた紹介したいと思うので、ぜひそちらの動画もご覧ください。チャンネル登録やいいねもお願いします。ありがとうございました。